で、英語を頑張りたいと思ってて、でも理科の研究もしたくて。理科のなんか実験っていうのに興味があって、それから応用して人の命を助けたりとか、人に役立つ仕事がしたくて、で、研究室の中にそういう研究室がたくさんあって、ここがいいなって思いました。割と得意な方でした。バイトをシルクでしてて、そこのサルクっていう2階にあるんですけど、そこのカウンターで毎日英語に触れてます。喋れることは喋れるんですけど、 TOEIC の点数とかが本当にダメで、それで留学に行こうって決めました。英語をネイティブ並みに話すことが目的じゃなくて、英語を使って交流することが目的なので、それが一番フィリピンが合ってると思いました。手術するときに、誰かが傷つくんじゃなくて、自分の体から自分を守る部位を作ってあげたりとか、細胞をちょっとだけ取り出して培養することで、お薬の研究にも役立ったりとか、ので、細胞を増やすのを研究したいです。今までやってないことに積極的に取り組むことです。なんかそれで新しいことに挑戦することで、今まで自分が頑張ってたことを新しい視点から見れるようになって、それで考えが深まっていくと思います。英語とか留学できるとか、大学全体のいいところもたくさん知ってた方がいいと思います。